15 minutes of making sense. So relax with your hosts, Mitani Koki and Shimizu Michiko. We're making sense all the way to midnight. Enjoy. Catch the spirit. Making sense.皆さんこんばんは、清水美智子です。皆さんこんばんは、三谷幸喜です。この間私、はい、自分家に女の友達6、7人呼んで、うん、ノンフライヤー会をやったんですけど、ノンフライヤーやっぱ面白いですよ。あれ何作ったんですか？ポテトを作ったらみんなすごい美味しい美味しいって食べて、うん、じゃがいもを切りました、はい、そしてそれをポリ袋の中に入れて、うん、塩とそれからあれなんだったっけな、なんか赤いピメント味の、 あの粉末のものがあるんですけれども、うんうん、それ入れたりとか、うん、バジル入れたりして、うん、ざっと味付けして、うん、それをガッと焼く。ノンフライヤー入れて、うん、ノンフライヤーっていうのはあの、うん、油を使わないでフライができる揚げ物を作るというやつですよね、うん、揚げ物みたいになるって感じだよね。そうなんです、揚げ物じゃないんですよね、うん、だからものすごい高温でガッと焼いて、うん、中は割とソフトのまま外側はカリッとしてます、うんうん、私それが気に入ったから、うん、皆さんに作ってあげて、うん、でポテトがどんどんなくなってって、うん、それでオニオンリングもどんどんなくなっていくの、うん、もう楽しくなっちゃって、うん、でまあ結局私やっぱり普通のオーブンも使って魚焼いたりとかね、うん、あのお肉焼いたりとかしたんですけども、うん、結局一番でも評判良かったのはアワビを焼いたもの、うん、フライパンでアワビはもうすごいみんな飛びつきましたね。それの教訓は何なんですか？それは結局フライパンで高級なものを焼くのが人間一番興奮させるなってことですっていうのはまあ冗談としても、ね、うん、大事だってことですね。いやいや本当に言うとノンフライヤーってやっぱすごくいいなと思った、まあ、すごい発明ですよ、うん、想像以上大きいですけどね。そうなんですよ、だから私もうあれ片付けちゃった、オーブントースター、あれをもうトースターにしようと思って。オーブントースターぐらいじゃない横幅は、うんうん、あれパンも焼けるの？焼けるよ全然。あ、そうなんだ、うん、あと教訓としてその電子レンジみたいに考えないで、うん、もう何を入れるにしても10分我慢しろっていう風にすると、うんうん、大体のもの成功しますよ。あ、そうなんだ、うん、もう熱風ってことなんでしょあれ要は。そうですね、うん、熱風っていうとなんか買う気しなくなりますね社長。もうちょっとなんか要は熱風だろっていうとほらドライヤー買うのかなみたいな感じになっちゃうじゃないですか。強烈ドライヤーみたいなもんですだからでもやっぱつくづくなんか女同士が集まって、ええ、まあ、タレントさんも一人いましたけど、どうでもいいようなことをだら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 喋るのって、ね、その所さんち行った時もそうだったんですけど、うん、こんな楽しいことないなと思いましたね。無責任にこうタレだらだらだら。そっか、この能力って男の人ないもんね、うんうん、なんかこう得るものが欲しいって思っちゃいますもんね。そうですよね、うん、で結局何が言いたいのみたいなね、うん、長電話とか。じゃあ三谷さんもそんなする方じゃないか。長電話しないですね、うん、最近は電話ってなんか勇気いるね。ちょっと電話くださいってメール入ってて同級生から、うん、超億劫でさ、億劫っていうかさ怖い。なんか分かりますこの気持ち。メールをする相手と電話する相手はどっちがより深い関係なの？全然電話でしょ。電話の方が深いってことですよね、うん、親しいって思うじゃん電話って、うん、だちょっと怖いんですよね。だからかな、うんうん、でもしよかったらメールでも私はいいよって書いてましたんだけど、いやもうあの私老眼も始まってるし、うん、2,3 分で終わることだから電話ちょうだい電報ってどうなんですか？どこに入るんですかね？電報って聞かないね、うん、フルって思うかなちょっと電報ちょうだいっていうのもおかしな話です本当だね。電報ちょうだいって言われてもどうしましたしか書けないですから。115なんだっけ。そんなことも忘れちゃったね。電報って打たなくなったね。いいと思うの時になんかね打ってたよね。打ってましたね。まあ、お祝い電報とお悔やみぐらいしか打たないですもんね。え、それ打ってんの？ん、お悔やみ打ってんのあんた？お悔やみ、まあ何、北極で誰かが亡くなったんですイメージ僕大学の頃に、うん、まあ、ちょっと甘酸っぱい思い出ですけども、うん、好きだった人に、うん、そのなんだっけな、メール、あーじゃない、電報でちょっと愛の告白をしたことはありますけどねそれってあれ、なんだっけ前言ってたじゃん、公園のどこやらでサンタクロースの格好してびっくりさせようと思ったらドン引きされちゃったみたいな。ああ、その人です。もう謝った方がいいんじゃないですかもうそしたらその時にちょっと文面は忘れちゃったんですけども、
愛してますとか、なんかそういうことなんですよ、うん、でそれをそのまま電報の向こうに係の人がいるじゃないですか、うん、その人にその文面を言うのって恥ずかしいじゃないですか。そうだね。だから逆にしたんですよ。スから、スから、うん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 、スイスのスで、ま、うんうん、手とか、ま、あの逆にずっと言ってったら、うん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 、最後に向こうの人が愛してますの逆ですねってやめてものすごいデリカシー、恥ずかしかったです。え、まあまあ、はい、いやいや、まあ、そういうことですけど。でもさ、愛してますの逆もらったらさ、まるでさ、うん、お前のこと本当嫌だからみたいにならないのかな。その時はでもラブラブだったっけ。そういうラブラブの時ですかね。うわ、古い恋愛変身変身みたいじゃないですか。もうその頃だって電報でやり合うのってそんな割と特殊なことですよ。だからなんか余計になんか、うん、いいじゃない、サプライズプレゼントだったんですよ、それが。でもなんか時代を感じるね。あれもプリクラとかもなかったから、ツーショット写真大変ですよね。3分間写真嘘つき撮りましたもん。3分間、あんなが入ってインスタント写真、うん、あ、じゃあラブラブなんじゃないですか。あ、一人でね。なんでしっくりくるのそっちの方が。私ちょっと今嘘ついてんじゃないかなって一瞬思ったんですよね。一人で4枚連続の写真を撮って。ごめん、私のイメージではその人あんたのことあんま好きじゃないと思いますよ。うんうんじゃない。それはそうですよ、今思うとね。そうなんだ、やりましたね。今思うとやっぱり超恥ずかしいですか。恥ずかしいですね。っていうかもう全てにトゥーマッチですからね。ああそうだね、うん、やっぱ不器用だったのかな。いやもう僕は真面目なので。ああなるほど。一緒に映画を見に行ったわけですよ、うん、下高井戸のあそこ。あ、知ってる。あれ今もあるとこでしょ。 今はちょっと古いやつをやってみると。 その頃もだからフレッド・アステアの映画を見に行きましたもん。いいデートじゃないですか、うん、でも僕は結婚するつもりだったんですから。いやいいよ、一緒に映画を見るってことはそうじゃないですか。もう付き合ってるよね僕たち、うん、結婚しよう。向こうは付き合ってるとすら思ってなかったらしい。英語だけだもんねって思ってるかもね、うん、女の人の方が。それなのにそんなインスタント写真とか送られてきたりとか、意味が分かんないから。電報が来たりとかするとそれはもう早く別れたい。でクリスマスイズになると部屋の前のそうそうところでサンタの格好してるから、それは別れたくなりますよね。それさあ、もう少しエッセイとかに書いた。それ面白いじゃん、三谷監督の大失敗。昔書きましたけどね。あ、本当。うん、朝日新聞にも書いた。朝日新聞に書いてないですね。最初のエッセイ集に書いたような気がします。ああそうなんだ。というわけでこの続きかは分かりませんが、また明日。Yes, indeed. More tomorrow. Ah, poor Mr. Mitani. The travails of youth and the pain of unrequited love.